ということで、いただきチャンネルをご覧の皆様、おはようございます。サスケでございます。ということで、本日は2021年11月4日、今日も京都で感謝の聖夜なんですが、見てください皆さん、こちらご覧ください。今日は奥義奥の手発動です。私ピアスっていうものを昔してたんですけれども、大学の途中10年以上前からもうしてなかったんですが、こちらついにピアスデビューしました。10年ぶりに、なんでちょっと恥ずかしい10年ぶりだったけど、ピアスの穴は開いてました、残ってました。今ねご覧いただいたピアスはなんと射手座です。射手座のピアスを私今日この日のために聖夜のために用意しました。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、誕生日が12月21日ということで、私射手座なんですよ。射手座の最終日かな、確か22からヤギ座になるんで。で聖夜で射手座っていうとこれですよ。これなんと千日戦争が出てくるんですよ。あのゴールドの時にここにピターンって止まると、まあ止まったことないけど、多分いろんな演出から千日戦争出てくるんで、なかなかあれですけど、まあ、聖夜ね、私原作を全く知らないんでわかんないんですけれども、どうやらこの聖夜があのブロンズ雑魚なんですけど、でそのゴールドにこう昇格試験みたいな、いや全然知らないんだけどね、聖夜は晴れてゴールドになるんですよ物語上。でその選ばれし、ゴールドが、まあ、みんな12星座のなんかあれを与えられるんですけれども、射手座なんですよ。この代だとそれがまさに千日戦争ということでございますので、射手座のピアスをあしらってやっちゃおっかな、千日戦争。そんな気持ちで、ただまあちょっとふわふわしてる私のじゃあピアス歴語っていいですか。私田舎の高校で育ちまして、山梨県はまあやっぱあるわけですよ、ちょっとピアスしてみたくないみたいな友達とのあれが。大きく3つあるんですよ、ピアスを開ける方法ね。ピアッサーっていう呼び方だったけど、正式名称は分かんないです。今もあるのかも分かんないですけど。でもう一個が、まあ、病院に行くっていう、プロに開けてもらうみたいなのがあるんですよ。まあ、その2つっていうのは、3つあるうちのその2つは、まあ、私のいた高校では、チキン野郎と評されてました。ダセーやつがピアッサーとか病院で開けるっていう、まあ、みんな普通はそうするんだけど。で第3の選択っていうのが安全ピンってやつですね。通称安ピンと言われる安全ピンを自分で鏡を見ながら耳にぶっ刺すっていう、はい、これにはね、まあ、いろんなリスクが伴うんですよ。まず一つがやっぱりあの衛生面だったりとか、どんなバイ菌が潜んでるかわからないじゃないですか、安全ピンなんて。もちろんピアスの穴を開けるように作られてませんのでね。なんでみんなライターで燃やすんですよ。これも正しい方法かわかんないよ。安全ピンをライターで炙って消毒するんですよ。いやこれでもう全てのバイ菌は燃えていなくなったと思い込むわけですよ。でただそうするとすすがついて黒くなるんですよ。ちょっと黒焦げたあの安全ピンをぶっ刺すんですけれども、もう一つの問題がまっすぐ刺さらないんだよね。すげえ斜めに入っちゃってもう意味わかんない状態になったりするんですよ。実際私これ耳に5個ぐらい穴が開いてて、でちなみにまあお恥ずかしながら口にも穴が開いてるんですよ。まあその全ての穴を安全ピンで開けたんですよ、口も含めて。耳の穴のうちの一つは曲がってすげえ痛い思いして、でさらにはその後の問題があって、その穴を開けても人間の体はね自己修復能力が高いんですぐ閉じようとするんですよ。安全ピンで開けた穴、怪我じゃないですか、言ったら体に穴が開いてるんで。そこに本物のピアスを刺すまでの間、穴をちょっとなんていうの、穴の内側で皮膚が完成して穴として成立しないといけないんで、しばらくの間その仮のピアスみたいなで、例えばピアスサーっていうので開けるとガシャって開いたところにプラスチックの棒みたいのが刺さるんですよ。でそれで数日間放置して穴として確立されて完成したら、プラスチックのやつを外して、本物のピアスを刺すっていう。いかんせん安全ピンで開けた場合、透明のに差し替えるのも痛いんですよ。だから安全ピンをもうパチって止めて安全ピンを刺したままにしておくっていう選択もあるんですけど、まあそうするとやっぱりあのめちゃめちゃ目立つんで、あの先生にやっぱり何やってんだってなるわけですっていう、まあいろんなハードルを乗り越えてやっと穴が開くっていうね、それをの手段を取らないやつがダセーみたいな、それがまあ田舎のスタンダードですよ、山梨スタンダードだったんですけど、まあ、そんなこんなで穴を開け、でその後にやることってまあ拡張と言われるね、広げるっていう行為です。でどうやって広げるかというと、もうシンプルに物理的に
広げていくんですけど、人参みたいな形状って言えばいいかな、わかりやすく言えばすげえちっちゃい人参みたいな形状のプラスチックの棒をグリ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 詰め込んでいくんですよ。すんごい細いのからちょっとずつ太くなっていくやつを、もう痛いよ、痛いのをグリ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 しながら血を流しながら激痛に耐えながら奥まで行って、でまたそれを寝かせるんですよ。マクドナルドで頼むドリンクにストローってついてくるじゃないですか、あのストローを最終的に俺は耳に刺してたんですよ。そうすると完全なる空洞でストローも見えないんですよ。穴にこうぴったりパッてはまるんで、穴は開いてるけどピアスはしていないっていう扱いになって、学校では免れるんですよね。学校が休みの日とか学校が終わった後に行ってそのストローを外して太い銀色のピアスを刺してみたりとかっていう遊びを、はい、してて、行ってて恥ずかしくなってきたんだけど、こんな話したことないから、まあ、大学でね東京に出てきて、いわゆる大学デビューを果たした時にちょっとやっぱ田舎者だと思ってバカにされないようにごっついピアスしてみたり、髪とかちょっと染めてみたりして、で見たら、まあ、そんなピアスしてるやつなんかどこにもおらんくて、そんな金髪みたいなやつどこにもおらんくて、明らかに田舎から出てきた同じ香りのするやつしかいなくて、地元東京横浜みたいな連中はみんななんかちょっとおしゃれピアスしてるぐらいの、そんな青春時代を過ごしたんですが、で私まあ大学中退なんですけれども、僕だけの話ね、はい、ちょっと僕だけの話にしといてほしいんですけど、まあ大学も行かなくなり、でピアスも次第にやらなくなったんですよ。パチンコ行くのにいちいちピアスなんかしてもめんどくさいんで、だん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 ねピアスしなくなって、それがもう20過ぎぐらいから、でまあその後就職してサラリーマンやったりして、でもちろんサラリーマンの時はピアスなんてできませんので、まあ、今年で33ですけど、私10年以上ピアスってものをしてなかったんですよ。なんですけれども久々にねピアスをしてみようかなって思ったら穴まだ開いてましたっていう話です。はい、ちなみに射手座といえばね、娘も、射手座で、さらにここだけの話なんですが、まあ、この動画が上がる頃にはなんとサスケ第2子が爆誕します。サスケ個人の配信とかではちょこちょこ言ってたりしたんですけど、いただきチャンネルとして言うのは、はい、ありがとうございます、皆さんありがとうございます。はい、今もう嫁のお腹すごい大きくて産休中なんですけれども、第2子男の子が爆誕予定なんですけれども、彼もまたこの時期なんで12月の頭、11月終わりから12月頭予定なんで、ってなるとまあ射手座なんですよ。完全に俺は射手座なんだなって、俺がこうして聖夜に出会ったのも射手座なんだなって。娘の保育園のさ送りとかさ、お迎えにさマックのストロー刺さってるパパ来てもなんかちょっとさ嫌じゃん。娘のあだ名がなんかコーラとかジンジャーエールになっても困るんで、でいろいろ探した結果射手座いいのあったじゃんつって射手座のピアスをすることにしました。ちょっと恥ずかしいな、30半ばに10年ぶりのピアスをするってやっぱりちょっと緊張するんですよ。はい、またこれ喋りすぎるとカットね、今何分、10分以上喋ってない俺恥ずかしい黒歴史話で、どんだけ長いねん話が、なんか動画っていうのが向いてないというか、未だにどうしていいか分かんないんで、はい、あんま得意じゃないんですけど、お付き合いいただければ幸いです。はい、ということでコスモポイントマックスからの前兆でございます。今日の動画はここをカットしないで、今日はちょっと長めの動画にしましょう。今日動画1時間もあるよ、聖夜で1時間ってどんだけ撮れたかあんねんって思ってるそこのあなた、はい、まあ、もう気づいてるでしょうけど半分はこのお話でした。朝一400ゲームまでで動画の時間の半分が使われていると、まあここから撮れたかバッチリになると思うんで、ご安心して後半、これより後半お届けいたします。お願いします。ということで射手座のピアスも虚しく、久々に GB 突破できませんでした。 50% 不屈なしなんでやめざるを得ません。まあね、投資が1万9000円で済んだということでよしとしましょう。マクロス初打ちです。 P-FIBA マクロスフロンティア4、まあ、最近流行りの1500発の 81% の、まあ、最新のというか、はい、私が打ってない最後のやつかな、まあ、ウルトラマンタロウ、ガロ、ユニコーンでバカボンがあって、これかな。まずは、俺もちょっと本当知らないんでちょっと見ながら、初当たりが319分の1で、その 6% でなんか直行のがあるんですけど、まあこれはないものと同じです。なんで基本的には2ラウンドで時短1回ってやつですね。1500発の時短2回プラス残保留1個と時短1回プラス残保留1個の2種類にほぼほぼ1対1ぐらいで振り分けられるんですけど、だから時短2回あった方が、これ右での確率がね2分1だね、ゲット同じぐらいか、なんで
2分1を2回だと 75% じゃん。で2分1を3回だと 87.5% じゃん。その2つが52対48であるんで実質81に落ち着くっていう感じ。なんで初当たりはとりあえず当たったら、まあ、6% で直行があるんですけど、まあそれはほぼないんで、じゃあもう1回転で 50% を当ててください。それが晴れて当たれば、右打ちに入ってこの2分1を2回転で当てるか3回転で当てるか振り分け次第。まあとりあえずは初当たるまでは無カスタムでいきたいと思います。デフォルトで3大キーポイント演出っていうのがありました。24時のシンデレラ、シェリル・ゴージャス・ナイトっていうやつと、24時のシンデレラ、ランカ・シンデレラ・ナイトと、歌姫・ライブと、超時空 V コントローラー。24時のシンデレラが 50%、 歌姫・ライブが 70% で、超時空 V コントローラーが 80% とのことなんで、信頼度が多分その3つの1つも絡まずに当たることはあんまりなさそうですね。まあ、3大キーポイントとか言っちゃってる時点でやっぱ大体絡むと思います。さあとりあえずせいやと合わせて3万円なくなったんで4枚目、今んとこ何にも楽しくないというか何もわからない、何も起きない。お赤、赤フル朝清見、なんか変な赤フラの先読みで、あの堀はなんだ、財布なんだあれ。三大演出みたいなの1個ぐらい行ってくんないと困るな。あ、なんか踊ってる。保留変化予告、チケットボックス保留だ、これだ。出てくるチケットの種類で変化、激しいおたげ、これかな。 25% って書いてある。なんか弱くね。え、てかなんか何このリーチ弱くね。待って待って、よくわかんないけどもう終わんのこれ。弱い弱い弱い。いや早っ、今ちょっとまだいろいろ調べてたよ。しょうもな、こんなリーチもっとなんかやってほしかった。いや、やばそうな感じすんな。1万5000円ぐらい使って何も起きてないからね。1回だけ来た赤フラも意味わからん。なんか4万円なくなった。5枚目、また今日も大敗の予感。もう何言ったら勝てんだろうね。これや、持ってけ V チャンス。おお、持ってけ V チャンス。金色で、何金色だったよ今。え、ちょっとワンチャンあるってこと、ワンチャンあるってこと。緑、緑絶対ダメだ。なんだよ金だったじゃん。しょうもないな本当に。これ6枚目どうしようもないわ。なんだ、あー出た24時。え、今24時って書いてあった。初めて出た三大演出の一つ。
赤いなんか怖い、赤くて怖いやつ。ストック3個、クマさん、スカルマーク、これ 82.6% なんだけど、 82.6% なんだけど、これスカルマーク、これスカルマークだよね。当たるかも。なんかストックの鍵3つ持ってるし、3回チャンスアップがあるってことかな。からのね、あ、1個来た、鍵1個使って、あ、歌姫ライブブルってる、レバブル、レバブル、歌姫ライブ、これ80、これもう大体複合したよ、これ当たったわ。あ、めっちゃ、あ、でもこれレバブルじゃないのか、これの時はなるのか。え、もう決着なの？え、いやいや、ちょ、ストックって今何個使った？え、ちょっと、もう、ちょ、何それ、は、終わり？いやいや、だって、いや、意味がわからんのだが、全然意味がわからんのだが、もうムカつくわ、最後の1万円使うわ、あー、ムカつく、本当に。ラストチャンスかな、こんな当たるとは思えないけど、もう分からんけど、戦火のアイランドゾーン。これは戦火のアイランドゾーンついてるから行くんじゃないの？これ 50% のやつだよね、これ 50% のやつだよね。保留変わらず、どこにこの鍵を使えばいいのか全然わからない。保留が緑の時点で、まだ鍵使ってないな。あ、出た、当たったわ、80何パー。いやいや、これあ、光ってる光ってる、レインボーに、レインボーに光ってる。ぴったり7万円、もうこれで終わるつもりだった。1095ということで当たりました。マジで最後だった。で、これ2ラウンドの後、この後俺が生きるか死ぬかです。一旦1回で 50% を当てれれば、はい、当たりです。これです、 50%。 もう本当に頼むよ、7万使ってんだから、全部で。50%、 この 50% が取れるか取れないか。頼めよ、 50%、 50%、 はい、6点なんだけど、
何が強くて何が弱いかは分からんけど、僕が転敗しました。文字は大体白い。信じてくれ、バズ。俺たちは敵じゃない。白い。はい、お疲れ様でした。7万負けで終わりです。二度と打たないわこのクソ台は。まだ11月4日なのに14万負けてる。俺が何したの？俺が悪いのかな？